どうもしまです。今回は買ってよかったキャンプギア5選、6月度編です。今回は購入しやすい小物類でまとまっていて、あ、こういうの欲しかったっていうキャンプでのプチストレスを解消してくれる便利ギア5点を紹介しますので、よければ参考にしてみてください。小物だからといって侮ることなかれ。小物だからこそ買って使って実際に良かったと思えるものが揃っていますので、興味のあるものがあればぜひ真似してみてください。それでは早速6月度買って良かったキャンプギア5点紹介していきましょう。まずは1点目、ツアーボンのブランケットホルダー、革ベルトですね。これはその名の通りブランケットを縛っておくための革ベルトですね。僕は毛皮を丸めて縛るのに使っています。これ求めてる人多いんじゃないかなと思うんですが、わかりますかね。これ見てください。これ本革製なんですよね。多分この時点で、あ、これ欲しいってなっている人もいるかと思います。しかもこれ価格がリーズナブルで1本2900円なんですよ。めちゃくちゃ良くないですか。何言ってんだこいつってハテナが出た人もいるかと思いますので、何がそんなにいいのかっていうのを説明させてもらいますと、まずこのブランケットホルダーというものが珍しいわけではありません。これは一般的に流通しているもので市販品もたくさんあります。じゃあ何がいいのっていう話なんですが、これは素材ですね。こいつは本革製なんですよ。先ほど言った一般的に流通されているものの多くは合皮だったり人工レザーで作られているものがほとんどで、100均に売っている財布だったり革製品を思い出してもらうとすごい分かりやすいと思うんですが、どうしても質感とか見た目がこれじゃない感が出ちゃうんですよね。ものとしてはブランケットを縛るためだけのものなので、合皮だろうと本革製だろうと大した差はないんですが、見た目に関しては全く違います。例えばかっこいいバックパックに渋いナイフやクックサ、武骨な毛皮なんかをぶら下げてビシッと決めているワイルドなバックパッカーだとしても、そこに1点他のものと雰囲気や毛色の違うものが1つ混ざってしまうと、異物感というかなんか逆にそこだけ気になっちゃうなんてこともあるかと思います。かっこいいキャンプ写真の中にビニール袋が映り込んじゃっていたりすると妙に気になるし、全体の雰囲気を壊してしまうみたいな感覚に近いかと思います。そういった意味ではこれは嗜好品やロマン品になると思うんですが、僕はキャンプはこだわりの一品に囲まれた自分だけの空間を楽しむのも醍醐味の一つだと考えているので、こだわりの一品だったりロマン品っていうのは結構重要視していて、特にキャンプギアではできる限り揃えていきたいと思っているので非常におすすめなギアになります。もちろん物に関しても柔らかく手触りのいいレザーが使用されており、バックルもシンプルかつ無駄のない作りとなっていて、とても扱いやすいホルダーだと思います。何よりも2900円で手に入るかっこよさって考えたら結構いいと思いませんか。気になった方はぜひチェックしてみてください。続いて2点目、ラガーファイヤーのファイヤースターターキットの中からファイヤーロープです。これはロービキ加工がされた麻紐のことで、ファイヤースターターの火花で簡単に着火し安定的に長く燃えてくれる繰り返し使用可能な着火剤です。本体はこんなステンレスチューブのついた麻紐なんですが、これがめちゃくちゃ便利です。めちゃくちゃ便利なのにキャンプで使っている人は少なくて話題にもなりますし、何よりも武骨感が出て楽しいキャンプギアなのでおすすめです。他にもキャンプでライターを使いたいけどキャンプの雰囲気に合わないから持って行きたくない、ファイヤースターターで火をつけたいけどフェザースティックを作るのがめんどくさいなんて方にもおすすめなので、よければ見ていってください。特徴としてはファイヤースターターで簡単に着火ができるので火が必要な時にパッと取り出してさっと点火できます。またロービキ加工がされていて長く燃えてくれるのでライターや着火剤として使用可能です。あとはステンレスチューブが通っており、このチューブを調節することで火の大きさや火を消すといった火のコントロールができるので、通常の着火剤とは違いより火を扱っている感覚を味わうことができるので、使っていて非常に楽しい火起こしツールにもなっています。他にもロービキ加工なので多少濡れたぐらいでは問題なく使える、ファイヤースターターで着火するので見た目にも武骨感が出て気分も上がる、アウトドアに適した着火剤とも言えます。どうですか？これ結構かっこよくないですか？
例えば薪やランタンに火をつけるにしてもライターでカチッってやるよりもファイアスターターでシュッとやって火をつけた方がかっこいいと思いますし、武骨感があって楽しそうじゃないですか。お値段も僕はこのファイアスターターキットとして買っているので少し値が張りましたが、単品であればだいたい数百円から2000円以下ぐらいで買えますし、荷物量も麻紐なので全くかさばらないからとりあえずで1本買ってみるっていうのも全然ありかと思います。キャンプをより没頭して楽しむためには雰囲気っていうのは大切だと思いますし、何よりも人とはちょっと違うおっと注目されるギアを使いたいこだわり派の方にはチェックしてほしいギアになります。ちなみにこのキット自体はといった感じです。僕は皮膚規模とファイヤーロープが欲しかったのでこれにしたんですが、皮膚規模は初期不良で最初から一段伸びきらず、頑張って引っ張ってみたら部品が外れてバラバラになって壊れました。使用回数0回で壊れたのは初めてだったのでちょっとびっくりしました。まあでもこれに関しては僕の使い方が悪かったのかもしれないです。あとはポーチは柄が問題なければ結構使いやすいです。外側のポケットはアクセスしやすくていい感じでした。ファットウッドに関しては油を染み込ませた木って感じですね。まだ使っていませんがこれも問題なく使えそうです。ファイアスターターも使いにくいということはなく問題なく使えました。ただ個人的にはマグネシウムタイプの方がつけやすくて好きでした。ナイフだとちょっと短すぎてやりにくさを感じました。まあでもこのセットでこの値段なら安いと思いますし、初めてのキットとしてはお手頃ではないかと思います。とはいえ今使っているものがあるのであればあえて買う必要はないかなとも思いますので、ご自身の状況によって検討してみてください。続いて3点目、ヤジンクラフトのブッシュクラフトチェアです。これはここ最近買ったキャンプギアの中で一番お気に入りかも。すでに僕のキャンプ動画の中で2回出てきているので、どういったものか知っている方もいるかもですが、自分で木を組んで作るアウトドア用のチェアですね。これかっこよくないですか。シェアとしてもコンパクトで優秀だし、テント内のインテリア見せるギアとしても非常に優秀なんですよね。特徴としては本体自体は座面部分の三角布1枚とパラコード1本とめちゃくちゃシンプルで、折りたたんでしまえばポケットに入ってしまうぐらいの極小サイズになるサイズ感なので、他のどの折りたたみチェアとも比較にならないぐらいコンパクトに持ち運ぶことができます。座面の三角布にはパラフィン加工のされた帆布が使用されているため、頑丈なことに加えしっかりとした張りがあるため、チェアとして快適で疲れない座り心地を提供してくれます。チェアとして使わない時でも置いてあるだけで自分のサイトを彩ってくれるワンポイントになる見た目のかっこよさ、武骨さがあるため、見せるギアとしてこれ以上ないぐらいに非常に優秀です。木材を調達しなければならない手間はあれど、これだけコンパクトになるチェアというだけでかなり優秀ですし、僕みたいなバックパックキャンパーやミニマムキャンパーにとっては嬉しいギアじゃないでしょうか。サイトの雰囲気作りにも役に立ちますし、価格もお手頃なので一つ持っておくと何かと便利なギアだと思います。これに関しては最初にも言った通り、ここ最近買ったキャンプギアの中では一番のお気に入りですね。僕は最初から見せるギアとして購入したんですが、これがもうサイトの雰囲気作りに超優秀でした。こんなちょっとしたものなんですが、置いておくだけでサイトを彩るワンポイントになってくれますし、この上にランタンを置いてテント内に飾るだけでもいい雰囲気を出してくれるし、で人とはちょっと違うこだわりを出すのにめちゃくちゃ良くて本当におすすめです。しかも嬉しい誤算でチェアとしても結構優秀なんですよね。3本の木を組み合わせて作るんですが、この3本の支えがちょうどお尻の形にフィットして座り心地がなんかこういいんですよね。これは1回座ってみて体感してみてほしいです。作るのも使うのも楽しい、そんなギアだと思います。折りたためばポケットに入り、見せるギアとしても大活躍してくれる武骨かっこいいコンパクトチェア、いかがでしょうか。続いて4点目、ダイソーのバンブートレイです。ネタ切れじゃないですよ。ちゃんと買ってよかったキャンプギアですからね。じゃあ例えばこんなことってないですか？想像してみてください。あなたは今焚き火をしていて、皮膚規模を吹いて火を強くしている最中です。ゴーゴーと炎の燃える音、心地よいですね。そこでふと焚き火台に目をやると、
燃えている薪が少ないことに気づきます。ああ薪をくべてやらないと。あなたは薪バサミで薪を 2,3 本くべてやります。薪をくべ終えて数分、追加した薪にも炎が移った。そろそろ皮膚希望で火を強くしてやらないと。あなたは皮膚希望を探します。あれ皮膚希望どこ行った。一度はあると思います、こんな経験。皮膚希望に限らずファイヤースターターとかキャップ類とかお箸とかって一瞬目を離すだけですぐいなくなりませんか。あれめちゃくちゃ困りますよね。お前さっきまでそこにいたやろってなりますよね。そこで登場するのがこいつです。こいつをどこでもいいです。机の上でも地面の上でもいいので自分の手の届く範囲に置いておきます。そして一つだけルールを決めます。使った小物はすべてここに置く。それだけです。たったそれだけで物が見つからないプチストレスから解放されて快適なキャンプライフを送ることができます。プチストレスって些細なことかと思いきや、ことキャンプにおいては雰囲気をぶち壊してしまうため結構重要な問題だと考えています。テレビの CM や YouTube の広告のように自分が没頭している時に中断させられてしまうと、なんだか急に気持ちが冷めてしまうなんてこと経験ありませんでしょうか。キャンプでのプチストレスってそれに似たところがあるので、キャンプでは気持ちが冷めないようにプチストレスっていうのはなるべく排除していきたいですよね。とまあまくし立ててみたものの、要は手元に小物入れを置いておくと小物の紛失がなくなって自分が思っている以上に快適なキャンプをすることができますよという話です。今回はダイソーのバンブートレイで紹介させていただきましたが、正直小物置きであれば何でもいいと思います。ただダイソーなら安いしどこにでもあるし、竹素材で自然にも馴染むし、サイズ感はちょうどいいしで結構おすすめといえばおすすめです。とはいえ僕も暫定で使っているような状態なので、おすすめの小物置きあれば教えてくれると嬉しいです。手元の小物置き場、これは本当に何かと便利なので、ぜひ皆さんも試してみてください。最後の5点目、タクサスナイフのタクサスハビリススカンジです。ついに来ました、タクサスナイフのスカンジグラインドです。僕の以前のベストバイか先行レビュー動画を見てくれた方はご存知かと思いますが、タクサスナイフとはあのジョーカーやクードマンといった国際的ナイフブランドのデザインを手掛けてきたナイフデザイナー J. サバター氏が新たに立ち上げた新ブランドのことです。新ブランドということもあり、現在日本では正規代理店のキャンプラスさんでしか購入することができない上、幕開けで販売開始したばかりの新世代のナイフとなります。基本情報はこんな感じです。新世代のナイフだからといって侮ることなかれ。ブレード部はフルタング構造で頑丈な作りなことに加え、ブッシュクラフトもこなせるスカンジグラインド。端材にはカーボンスチールのように鋭い切れ味を持ちながらも、ステンレススチールのように錆に強く手入れも楽という高性能ハイカーボン鋼スレイプニルを使用。ハンドルはカーリーバーチでサラサラとした手触りが心地よく、いつまでも触っていたいと思わせてくれるグリップ感。シースは高品質天然牛革で、デザイン性もこだわり抜かれた一品となっています。いや、やっぱりタクサスナイフいいですね。バトニング、フェザリング、チョッピング、着火からブッシュクラフトまで1本で全てこなせる万能性に加え、グリップ部からブレード部、シースにまで見た目、扱いやすさを考えてこだわり抜かれたデザイン性と、1本で様々な欲を満たしてくれるブッシュクラフトナイフです。何よりも嬉しいのがスカンジグラインドとカーリーバーチ。これは僕の好みになるかもしれませんが、やっぱりブッシュクラフトにおいてはスカンジグラインドの方が扱いやすいです。あとカーリーバーチも最高です。木目の美しさはもちろんですが、経年劣化を楽しめるのが自分が育てた感があってたまらんですね。皆さんもぜひ手に取って体感してみてください。ただ大変申し訳ないのが、このタクサスナイフのスカンジグラインド、現在幕開けの先行販売期間が終了してしまっているので購入ができません。キャンプラスさんでフラットグラインドバージョンは購入できるのですが、スカンジグラインドに関してはこれから購入可能になるかと思います。今後購入可能時期についてはキャンプラスさんからの追加情報をお待ちいただければと思います。ということで、買ってよかったキャンプギア5選、6月度は以上となります。今回はなくてもいいけどあると便利かっこいい小物が多かったんですが、何か一つでも参考、興味を引くものあったでしょうか。
タクサスナイフ以外は価格もリーズナブルですし、とりあえずで試してみるのもいいかもしれないですね。紹介したギアはどれもおすすめしたいと感じたものばかりですので、興味あるものあれば概要欄 URL からチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になったのであればグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。